クヌーズ5世の殺害クヌーズ5世はデンマーク王。父はデンマーク王ニルスの息子であるスウェーデン王マグヌス1世。母はポーランド王ボレスワフ3世の娘リクサ。世数はクヌーズ3世ともされる。またいとこにあたるデンマーク王エーリク3世が退位するとユトランド半島の貴族に擁立されるが、エーリク3世の重帝のスベン3世もシェラン島で即位。 内戦が勃発した。翌1147年にシェラン島を攻撃したが、失敗して、一旦は僕、ベンド十字軍に参戦したが、解散すると再度対立。1150年に敗北して、ドイツへ亡命した。1152年に、ドイツをフリードリヒ一世に忠誠を誓い、スベン三世の共同統治者となった。1154年、シュレースビヒコーバルデマーと同盟を結び、 スベン三世を追放した。1157年には僕が成立。クヌーズ五世は、シェラン島とフィントを治めることに決まったが、8月9日に、ロスキレで開かれた祝縁で、スベン三世の死角に暗殺された。この事件は、ロスキレの地祭りと呼ばれている。バルデマー一世は、ユトランド半島へ逃げ延び、グラウテヘイゼの戦いで、 スベン三世を討ち取って、デンマークの内乱を集結させた。イフ妹ソフィアは、同年に、バルデバー世と結婚した。1156年に、スウェーデンをスベルケル一世の娘ヘレナと結婚したが、子供はいない。ただし、七人の諸子がいる。ありがとうございます。